ヴィラデクルセスは、スペインガリシア州、ポンテベドラ県のムニシピオ、コマルカデデサに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は5934人。住民故障は、クルーシュの A。カスティーリア語表記は、ヴィラデクルーセス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.8%。ヴィラデクルセスは、 ポンテベドラ県の北部に位置し、コマルカデデサに属する。隣接する自治体は、北はアコルーニア県の東路、アルスアトサンティソ、南はシジイダトラリン、東はアゴラーダ、西はボケーションとなっている。ビラデクルセスはラリン司法管轄区に属す。住民は28の教区の141の地区に居住する。 ビラデクルセスは1944年までは、それまで自治体の中心地区であったカルビア教区の名称カルビアで呼ばれていた。1944年9月19日、新庁舎がビラデクルセス地区に建設され、それを機に自治体の名称もビラデクルセスに変更された。ビラデクルセスの守護聖人は、ノサセニョーラデ・ピエダーデで、8月4日が守護聖人の日として祝われる。 また、毎月4日と17日には、市が開かれる。自治体市長は、ガリシア国民党のセス・オテーロバレラ、自治体表議員は、ガリシア国民党、8、ガリシア社会党、3、ガリシア民族主義ブロック、2、となっている。ビラデクルセスは28の教区に分けられている。ありがとうございます。